ホレハー様の建物ね、ちょっと僕と今一緒に住んでいます友人が残していったね、ちょっと遺産が遺産あれ、ここ下に降りれるわけじゃないんだ。なんだろうこれ。遺産言うな。いいんだよ、僕は友人とはね、仲良ちっちだからさ。あいつも笑うよ。おめえ何言ってんだよ。もうなんかさ、日に日に似ていってるような気がするんだよな。どんどん似てくるんだよな。なんで友人呼びしてんの。まあ、友人呼びにはいろいろな事情があるんだよ。事情が、事情っていうやつがねっと。同居人は友人 C だけど、これは桐生ココでも危ない。いいのでは。確かにそうだね。これは桐生ココだわ。たまにちょっともうよくわかんなくなるときあるんだよな。という時に友人で、ややこしい、ね。ややこしいのは好きじゃねえぜ。統一した方がミス減りそうですよね。そうなんですよ。日照権問題来ましたね。日照権問題、いや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 、負けませんよ。だってここはもう、ここはやつ、僕がもう掘り起こしたんですから。なんといってもその上、ここの目の前はカナタ城。日が来なくったって文句を言うのはカナタしかいないわけ。そしてあそこはもうケリュココの住まいなので、いつか帰ってくるかもしれないと取ってあるこの住まいなのでね、これ。で、こいつも文句言わないと。じゃ、この後ろね、この後ろね、みんな。これはソラ先輩が作ってくれてる駅ですね。え、待って、もしかしてソラ先輩大丈夫ですよね。日が差さなくても大丈夫ですよね。いや、ソラ先輩なら大丈夫だよって言ってくれると思う。大丈夫だよ、カナタちゃんって言ってくれるはず。それはあなたの意見ですよね。